はざます。じゃあ今日よろしくお願いします。もう皆さん起きられてる。そうです、いつもは起きてないけど今日は起きてます。おはようございます。はい、なんかすごいもうちゃんと起きてますね。いやもう撮影入るって言ったら起きちゃいます。おはようございます。わかった、手合わせた。こうやっていただきます。よし、さあちょっと木曜日だよね。さあちょっと木日、家庭で普通に練習の話をされるんですよ。確認みたいな。これ今日何やるか。ニユ選手相当出なかったもんですか。体って衰えない感じました。でかいなって、トップアスリートだね、さすがに。トップアスリートはすごい。こういうのが上手くしたけど、これかもしれない。ちょっとだけ見てきます。いらっしゃいませ。パンダとめっちゃ早かったです。パンダとめっちゃ早いです。パンダとめっちゃ早い。だったらもうちょっと遅いで早くかると思います。今は5歳なんで反抗期とすごい寂しいが混ざってるんで、ちょっと着替えます。着替えパパに見せて。なんでだよ。今日は4時ぐらいかな、お迎え。4時でお迎えで帰って、風呂入って。おはようございます。おはようございます。お母さん、いってらっしゃい。だいぶ寂しがりになったんですか。そうなんです。最後もうこう離れないんで、今日はカメラチラッと見て。気づかなかったですけど、ですよね、あれカメラすごい意識したなと思いました。そう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 、なんで普段はめっちゃひっつきます。やっぱり途中でやめたくない、途中でっていうかその自分の中での途中でやめたくない。っていうよりもあの時出し切れなかった自分が情けない。待って合わそう合わそうっていうカウンター合わせてやるとか、いろんなことが良くなかったので、本当はずっと一緒にひっついてよしよししてあげるのが母親なのかなとも思うんですけど、今は伝えられないことだと思うんですけど、自分が選手をやり遂げて、その彼息子がそういう時期になった時に、お母さんああだったでしょっていうことを実体験を元にした話をしてあげたい。選手との試合がそのもう一回ちゃんと活かせるっていうか、反省を修正させてもらえる。
朝倉神田戦で失敗したことは繰り返さない、ね。